翼。うん、小学生の時以来だね。今日は俺たちの実力の全てを出させてもらうからな。悪いが、南葛の連勝記録もここまでだぜ。けっ、そうはいくかい。お前らの空中サッカーは俺たちには通用しないぜ。相変わらず元気なやつだな。あの時みたいに今日もオウンゴール頼むぜ、サール。なにを。ロングボールを送る。キスギ君、それ。このパスをカットします。シュートまで持ち込めるか。力を貯めて強烈なシュートを。このボールに過労するのゴール隅に突き刺さった。どうだ、見たか。蹴り上がってゴールの遥か高みから攻撃を仕掛けるトライアングルシュートだ。そうはいくか。なに。これはうまい、石崎くん。和夫くん、ポストが揺れてジャンプできない。ボールは森崎くんががっちりとキャッチ。どうだ、見たか、俺様の空中サッカー破り。いいぞ石崎。ない頭でよく考えたな。まさにサルジエだ。なんたって俺は昔のオウンゴールの借りがあるからよ。くそやるしかないな、カズオ。あ、兄ちゃん、キックで大きく蹴り出した。はっ、もらった。石崎君、相本くん、ここ。カズオ、ここだ。おう、なに、いけ。俺たちの真空中技、スカイラブハリケーンだ。これは決まった。これぞまさにアクロバットサッカーの真髄。立花兄弟の想像を絶するすごい真空中技だ。見たか、南葛、これがスカイラブハリケーンだ。よし、試合はこれからだ。スカイラブハリケーンか、こりゃ厄介になってきたぜ。でもあのシュート、足には相当の衝撃があるだろう。だからそう何回もはできないはずだ。おお、なるほど。とにかく俺たちは俺たち、相手に惑わされず自分たちのサッカーをすることだ。よし、行くぞ後半戦。カズオ、足は大丈夫か。ああ、まだ大丈夫だ。何せこのシュートは足への負担がかなり来るからな。ああ、そう何度もこのシュートはできん。だけどあと30分、なんとか持たせてみせる。なあ兄ちゃん。もちろんだ。血の滲むような特訓で編み出したこのスカイラブハリケーンでこの試合必ず勝つぜ。大丸、後半の初っ端頼むぜ。へへ、オーケー。
戦キックオフ。行くぜ。行くぞカズオ。オン。クソ、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。大丈夫かマサオ。翼が俺をかばって。え、翼か、肩を。翼だ、大丈夫、これくらい試合には。翼、一旦治療を受けてこい。ああ、そうしろ。審判、一度翼を外に。両チームが給水タイムを取っている間に、応急処置を受けた翼くんがフィールドに復帰します。どうやら肩を脱臼していた模様ですが、本当に大丈夫なのでしょうか。翼、大丈夫か。大丈夫、もうあの防ぎ方はできないけど、プレイはできるよ。さあ、残り時間、気合を入れていこう。翼、俺たちは手を抜かんぞ。ああ、それが勝負の掟だ。この位置でパスカッチが決まった。ここからチャンスを作れるか。玉井君、ゴール前に上げた。行くぞ、俺たちの空中技スカイラブタイガーだ。ボールを打ち下ろした。これは逃げないぞ。絶対に体を張ってゴールを死守した。パントキックで大きく蹴り出す。花輪の守りは常にならば、ドリブルは見つめる。スマトライブシュート、豪快にシュート。くそ、またダメだ。決まったと思ったのに。花輪、ゴールキックで仕切り直します。吉倉君、ここは抜かせません。センターラインを越えて攻め込む。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。何、ああ、足が限界だ。あ、くそ、仕方ない、あれをやるぞ。日本一のコンビプレー見せてやるぜ。玉井君、ここから行くぞカズオ。オン、これがその正真正銘のツインシュートだ。Oh!
先生、翼の状態は？一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあ、なるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。先生、ありがとうございます。なに、サッカーに怪我はつきもんじゃ。それにチームの柱がいないんじゃ、史上初の V3 は無理じゃろ。肩は大丈夫か、翼？立花君。なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。サル、今日はナイスファイトだったぜ。サルだけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。